こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。利益率1000%当たり前。中古輸入言語のトラブル発生。見ないと損しますよ。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい、この動画では中国輸入の言語トラブルですね。中古語もわからないという方は結構ですね、あの聞きますので、ぜひね、その解決方法をですね、説明させていただきます。はい。えー、こちらですね。まあ、大まかにこちらの方ですね。非常にですね、あの、難しくないので、 まあ、ぜひ参考にしていただければいいかと思います。はいえー、まずなんですけど、このすぐに日本語翻訳っていうのはですね、Google Chrome ですね。えー、これをですね、えー、今、まあ、アリババとかですね、すぐあの翻訳しすればですね、かなり流の流暢な日本語っていうのが出るようになってきてます。あの昔に比べるだいぶ良くなってきますね。はい、なのでぜひね、Google Chrome 等で利用していただければいいかと思います。あとですね、えー、スマホですね、こちらの方でもし、 ね、アリババ等のサイトを見たい方はですね、アプリで Google クローもあります、それをですね、まあ、インストールしていただければ、すぐにですね、日本語翻訳出てきます、こちらの方で見ていただければね、もう速やかに分かりますので、ぜひ安心し,していただければ、ね、いいかと思います。はい、で、この必要な部分っていうことなんですけど、これはですね、非常にですね、まあ簡単なことで、まずですね、購入する商品、 のこと言ってるんですね。で、あの購入したい商品をですね重点的に見ることを覚えていただければ慣れていきます。で、大体いい今、1弦がですね、16.7ぐらいなので、まあ、ゲームですね、見ながら商品を見るですね。それをですね、見ていただければですね、慣れていきます。なので、安心していただければいいかと思います。あと、毎日見るですね。まあ、これがですね、あの鉄則です。ぜ、ま、ひ、あ、ね、これを見ていただければ、見てね、毎日見て、あの傾向をつかんでいただければね、いいかと思います。はい。 ぜひ、ね、のこの3点を守っていただければ、中国入サイトはですね、わかります。まあ、それとですね、Google Chrome ですね、これはぜひね、利用していただければいいかと思います。はい。はい。では、LINE 登録お願いします。LINE としていただきますと、A、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアルプレゼンします。ニックネームかスタンボをお願いします。あと、YouTube からの質問です。一切受け付けてません。LINE アット登録によろしくお願いします。本日は、最後に見ていただきありがとうございます。 番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。